にちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回はですね、国際メガネ展 IOFT のですね、案内状がまた再度来ましたのでご紹介したいと思います。国際メガネ展、日本で一番大きいですね、展示会なんですけど、第32回ですね、今年で。これですね、いろんな、今回はね、370社が出展してるっていうことで、前回より50社多いと。ちょっとね、1日で見れないですかね、この本当に大きくて広くて。でその中でですね、490ブランドがの新製品が、一堂に会するっていう、そういう、年間最大の、日本一のあれですね、展示会ですね。ちょっとね、こじんまりしてるのが本当に見やすいんですけどね、正直言いまして。あといろんなセミナーが組まれてましてね、例えばそのレンズの、セミナーとか、あと補聴器ね、あと特別セミナーというのはちょっとよく分かんないんだけどね、そういう、これは貴重ですね、これね。倒産秒読みからの奇跡といかにして業績を回復を起こしたのか、そういうあれですね、業績回復のいろんなあれでしょうね。メガネ以外にも検査機とかそういう加工機のそういう新製品も展示されるようでございます。時間あればちょっと行きたいんですけど ね、その中でいろんな新しい情報を仕入れてこれればなと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。